こんにちは、アリーパラオのジュンです。今回はストンモノリスに行きたいと思います。はい、ということで、今回はストンモノリスからお送りしたいと思います。ストンモノリス、石像のようなものなんですけれども、パラオって結構神話が残っていて、その中でもちょっと面白い神話が、あるプラス実際に物も残っているっていうものをちょっと今回はお送りしていこうかなと思います。で、ここの施設もね、自然とかが綺麗なので歩き回りながら皆様に、お楽しみいただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、すごくないですか。まずこの景色ご覧ください。これね、多分ね、映像にすると5分の1もね伝わってないんですけど、むちゃくちゃ海綺麗なんですよ。ここ僕の後ろ今駐車場なんですけど、駐車場からの景色、この高台からの景色がめちゃくちゃ綺麗で、これだけでもね本当にここに来る価値が本当にあると思います。はい、でこういう感じの階段のところを降りていきますね。で今ちょっと西日でね、背中に光受けてるので影が出ちゃうんですが、ご了承ください。右手のこの植物、お分かりになりますでしょうか。これはハンカチの木と呼ばれていまして、ところどころね白い葉っぱがあるのがお分かりになると思うんですが、これが白いハンカチがぶら下がっているように見えることからハンカチの木と言われています。はい、そしてこういう階段を下っていくんですけれども、下が赤土になっているので、雨の日だったりとか雨上がりは、滑りやすくなるので歩くときお気をつけください。で、降りていく道の中にはね、この右手のところに紐がこういうふうに置いてあったりとかするので、こう捕まりながら降りていただくと安心安全だと思います。で、だいたいこの下り道はだいたい5分から10分ぐらいの道をこうやって下っていくような形になります。舗装されている道ではないので、こういう石段のところを下っていくような形になります。はい、で、こういった感じの道を歩いていくんですけれども、先ほども言ったように雨上がりとかだとすごく滑りやすかったり、あとね石とかもあったりとかするので、ガラスマオの滝という動画の時に、ご説明したかかとが固定されるようなサンダルとかがあると安全だと思います。こちらの、僕が普段使っているやつは概要欄に貼っておきますので、皆様ぜひチェックしてください。はい、でこんな感じで今もう進んで5分ぐらいですかね、進んできました。結構ジャングルみたいな感じになってきましたね。こんな感じで僕観光スポットみたいなところをご紹介しているんですけれども、ね、どこにあるかがわからないっていう質問が結構多かったんですが、アメブロの方でこのスポットの情報っていうのを Google マップを使ってこの辺にあるよっていうのをね、出してたりとかするので、皆さんぜひアメブロの方もご覧ください。で、こちらで、レンタカーとかを借りる場合は確かね30日間までは日本の免許証で運転ができるので、日本の免許証を持ってきたらレンタカーもできますので、このアメブロの地図とかを元に皆さんで回ってみるのも楽しいと思います。さあ、そして今目の前に見えてきたこの黒い石、こちらがストーンモノリスと言われています。でこの石、何の変哲もない石見えるんですが、この石自体はこの辺では取れない石になっています。でじゃあどこで取れるかというと、コロール島という南側の島よりも、さらに、ずっと南の方に降りてったところ、アンガウル島という、島がありまして、そこからさらに南の方に行った海のところじゃないと取れないと言われています。そしてこちらの方に入ってくると、はい、今までザックバランに置いてあった感じの岩がちょっと規則的に並んでいるように見えませんか。はい、こことかはもう
完全に一直線一列に並んでいる感じですね。はい、4本5本ぐらいの岩が立っています。そしてこちら左手側見てみてもやはり一列に並んでいる、規則的に並んでいる石があります。で、しかもですね、これちょっとこっちから見た方が分かりやすいですかね。はい、近づいていくと石の上部のところがくぼみになっているんですね。で、このくぼみは何のためのくぼみだっていうと、こちらの石とかもそうですね、くぼみが全部あるんですが、このくぼみっていうのが建物の土台、基礎をの木を置くために掘られた形なんじゃないかというふうに言われています。で、ここから神話の話をちょっとしていこうと思います。はい、それでは、早速ですね、ストーンフェイスと呼ばれる岩をまくっていきたいと思います。ストーンフェイスと呼ばれる神話の主人公になった人たちですね。はい、まずこちら1つ目、ちょっとね逆光で分かりづらいかもしれないんですけれども、ちょっと顔みたいになっているのが分かりますでしょうか。画面下の方、この辺が歯ですね。で、その上に鼻があって、両サイドに目が2つあって、顔みたいになっていますね。はい、このようなストーンフェイスと呼ばれるものが、全部で6個あります。で、このストーンフェイスが何なのかというのを巡っていきながら神話のストーリーをご説明していこうと思います。はい、で、こちらの、石が2つ目のストーンフェイス、こちらもちょっと逆光で分かりづらいかもしれませんが、目があって下に口がある感じですね。はい、はい、では、この神話なんですけれども、今から約2000年前、神様が7人の妖精にパラオの未来を決める大事な会議を行う神聖な場所バイを人間にバレることなく一晩で作るように命令をしました。はい、7人の妖精に人間にバレることなく一晩でバイを作りなさい。はい、で、7人の妖精たちはそれぞれ役割分担をしてバイを作る、バイ作りに取り掛かりました。この人はこの仕事、この人はこの仕事という感じですね。ですが、この7人のうちの1人の妖精は作業をサボってしまいました。はい、で、サボっていた妖精は時間が進むにつれ、これでは作業が間に合わないと焦ってココナッツの皮に魔法をかけて鶏に変身させました。そしてその鶏にコケコッコーと鳴かせました。その声を聞いて他の6人の妖精たちは朝が来たと勘違いをして、誰にも荒らされることないように大急ぎでそれぞれの岩に自分の顔を彫って見張りとして岩を残して天国に帰っていきました。作業をサボっていた妖精はサボっていたことがバレるのを恐れて天国には帰らず、そのままパラオに残って今でもパラオのどこかにいると言われています。はい、これが5個目6個目のストーンフェイスですね。はい、ということで、今一周回ってきました。確かにね、こうやって見てみるとこの今ね立ってるところ自体は斜面なんですけれども、画面の左手の方はちっちゃい石があって、画面の右手の方はちょっと大きめの石があって、水平が取れてるようにちゃんと見えますよね。なので、これが、妖精が作ったのか、もしかすると、大昔の人が何らかの技術で作ったのかというのは未だに謎のまんまということですね。でね、ツアー会社さんとかで予約をしてここの施設に行くと、なんかここでね結構面白い写真とかも撮ってくれたりする会社さんもあったりするみたいなので、ぜひ皆さんもここの場所は来てみてくださいね。はい、
ということで今回はストーンモノリスからお送りしました。パラオってね、結構こうやって神話とか伝説とかが残ってたりするんですけど、この州の外の人だったりとか、部落の外の人にはあまりこう伝えない、言ってはいけないみたいな文化がある国なんですね。なので、本当に口伝でしか伝わっていかない神話っていうのもいっぱいあったりするんですけど、その中でもここは結構有名なこう神話の、舞台になっていて、実際目でも見えるっていうところなので、皆様もね、ぜひね、パラオに来た時は訪れてみてください。純粋に自然もすごい綺麗なので、この後ろに見えてる海とかもね、めちゃめちゃ綺麗なんで、こういう景色を楽しむっていう感覚で来ていただいても全然面白いと思います。はい、という感じですかね。また次回の動画でお会いしましょう。アリパラオのジュンでした。